おはようございます。おはようございます。神指チャンネルのお時間です。今西東京の羽村市にある桜モール、はい、ついこの間できたばっかりのショッピングモールなんですけど、そこの室内練習場ができまして、はい、見てください。素晴らしいですね。今日なんで来てるかっていうと、元日本ハムファイターズの、まあ、西武ライオンズとかで活躍したレジェンド西崎幸弘さん主催の中学生を対象にした未来のプロ野球選手を育てるぞっていう企画が今行われて、はい、今日そのセレクションなんですよ、はい、我々はあいついいねこいついいねと、はい、いろいろこうなんかちゃちゃ入れながら入れたいと思います。得意なやつですね。そう、はい、で今もらったリストによると、はい、女の子いるんですよ。一人あいましたね。で今日は3500人の中から、はいはい、じゃんけんで勝ち上がった精鋭の中学生が合計で6名で、実力じゃないですか。え、じゃんけん、じゃんけんなんですよ。強運の落ちる3500人の中で、そうそう、まさにそう、そうですね。落ちた人たちの中に未来のプロ野球選手いっぱいいたんじゃないかという噂もあるけども、はい、まあ、そこはご愛嬌で、はいはい、で今日セレクションを行うと。ありました。今ちょうど西崎さんがいう形でこの企画を、はい、考えたんだね。なりますね、うん、今日はあの女の子もいました。1人結構早い球界初の、うん、NPB 初の、じゃ 女子のプロ野球もあるから、逆に言ったらそっち方面、その方面は女の子にはそっちを目指す。 NPB ではないですね。そうでやっぱりあの野球だけじゃなくて、はい、これを機に何か自分のきっかけに変わってきて、そうですね、確かに、はい、そういうのは目的もある。はい、いやもう我々世代からするとですね、西崎さんと言ったらもうスーパーエースなんですよ。だろ。なんでやねん。あの今 あの中学生とかの人やっぱり西崎さんが現役じゃ知らない子たちがほとんどだと思う。知らないから YouTube で調べろと。なるほど。手間はしないですね。そうですね。ちょっと今日一日ちょっとあの僕も密着させてもらう。OK、はい、OK、はい、よろしくお願いします。あ、ちょっと肩痛めたらすぐ揉んで。お願いします。ということでね、はい、水崎さんも、まあ、とにかく野球界への貢献、はいはい、恩返し、はい、やっぱそこが念頭にあるわけですよ。そうですね、はい、まあ、プロ野球選手をここから育てるっていう、まあ、名目にはなってるけども、はい、まあ、こういうイベントを通じて野球界に貢献をしていこうというスーパーレジェンド OB の、まあ、思いがあってのイベントでございます、はい、まあ、我々何するかと言いますと本当に、まあ、ちょっと茶化しに来たぐらいの感じです。そうですね。ベッドも持ってきてなければクリームも持ってきてないしね、あの何もする気ない、ただこう取りに来ただけです、はい、そして1時間遅刻してくる。すいませんでした。こちらあの桜モールの2階にあります桜フィールドという室内野球練習場とインドアゴルフ場になってます。野球レーンの方はバッティングなどができるレーンが4つございます。多目的なスペースが1レーンございます。で貸し出し方としましてはレーンと機器マシンも全てついてるんですけれども、それを貸し出します。でボールも公式 MQJQ、ご用意してますのでそちらも貸し出します。で練習内容は自由です。でこの A と B という区画については全長24メートルありますので、ピッチングも可能ですし、このマウンドもついてますし、で対戦形式といったこともあのやられる方もいらっしゃいます。であちらの CBE の区画に関しましてはあのそれぞれのレーンを広げて使うことも可能になってます。営業時間は朝6時から23時までですので、まあ、ご予算用とライフスタイルに合わせて様々なご利用がいただけるかなと思います。でインドアゴルフの方も同じような形の、あの様式になってまして、全部で5打席用意してますので場所を貸し出します。何名様で使われてもあの お値段は変わりませんという形になっております。細かい内容はあの概要欄に全部貼り付けておいて、はい、チェックお願いします。もしもし、はい、
見てください。ゼッケン7番ゆうた注目選手、唯一の女子選手です。新井一が今水谷さんにキャッチボールしてます、はい、やっぱ女性特有のこうやっぱ柔らかさがあるから、ね、回転なんかもすごい綺麗だし、うん、6番はブクヤマってんですね、はい、ブクッチがだから出来上がってるんですよ。肩肘の使い方は多分ブクヤマッチ神指チャンネル見てるよ。見てますかゼッケン6番ブクヤマ君、こんにちは。この企画自分で起こしたいや、勝手に、はい、水崎さんって知ってるそうなんですよ。やっぱこの中学生とか高校生世代は、まあ、水崎さん知らないですよ、うん、あの人トレンディーエースって言われたらしいな、めっちゃイケメンなんですよ、まあ、マスクしてるからちょっと分かりづらいけど、あの日本ハムとかでもめっちゃ活躍してスーパーエースなんです。知らない普段ピッチャー今ちょっとキャッチボール見せたけど、なかなかいい変化をしてるな。どれぐらいスピード出てきたの？あんまり勝ったことはないです。30ぐらい出るでしょ？いや、そんな出ない。30ぐらい出るでしょ？出ますね。出るよね、はい、うん。ここ行ってもピッチャーやってる。プロ野球選手にはなりたい。行きたいっていうのは？まあ、今は特にない。言っといた方がいい。ソフトバンク、毎回千賀さん見てるから、多分将来野球教室からプロ野球選手を誕生させようって企画なんだけど、吉崎さんにもいつもペタッついていろいろ教えてもらったから、最近今日なんかみんな静かしてる、緊張してる？いやまあ少し怒ってる。ちょっと期待してるんで頑張ってください。なんか言いたいことあったら。特にない。頑張るぞって言ってます。はい、じゃあ、ありがとうございます。新井さんのお母さんと来ました。はい、こんにちは。こんにちは。娘さん、唯一の女性での参加なんですけど、この企画に参加するに至ったのはどういう経緯だったんですか？はい、私が隣のジムに通ってて、はい、はいはい。で、そこに行くときにチラシを見かけて、はい、あ、なるほど。子供に声かけました。はい、あ、もう娘さんも出たいって言ったんですよ。どちらかというと私がピッチャーやってて、はいはいはい、なかなかそのうまく自分の体だったり出し切れたらいいかなっていうのがあって、もっとどこにでもいいかなと。僕ちょっと野球得意なんですよ。であの内容と見ててもすごくいいですよ。あ、本当ですか？女子プロ野球選手を目指してるわけではないですか？まあ、やってる選手がいたりとか。あ、そうなんですね。へえ。みんな男の子の中に一人だけ女の子がいたんで、それ僕個人的に注目してるんで、はい、じゃあちょっと今後にも期待ですね。そうですね。わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。